政権の一部が出ました。急ぎで、はい、ごめんなさい、まだこれ分かんないと思うんだけど、腎臓はこのクレアチンとビエンね、高いです。どっちもね、1が正常、30が正常だから、それからこれ、この辺 GPT 肝臓ね、申し訳ないけど高いです。それからビフミ、これがね1超えると黄色くなってきます。 0.5 以下は正常だから、その1個手前になってる、肝臓も悪くなってる。そんでリパーゼ160が正常、これ膵臓、膵炎振り切ってる。で CRP って炎症マーカー振り切ってる。 0.7 が正常です。だから一番はさ、うんちって緩くない？水炎が一番、これぐらいの腎臓の数字だったら食べること食べるんですよ。ただ黄疸はやばいですね。肝臓も黄疸出てくる。だからちょっとこれ見てちょっと点滴変えます。とりあえずちょっと生理食塩水、与えされないやつに入れたんでね。それでどうしようかな。まあ一回さ、